1954年、高野実は、日本の労働運動家。元日本労働組合総評議会事務局長。長男に、ジャーナリストの高野武氏が、次男に、貴公子の津村隆氏がいる。東京市高島地区内幸町に生まれる。麻布中学校を経て、1918年早稲田、大学高等余科に入学。 当時、総代講師をしていた、井野又綱雄の影響を受け、生涯を、労働運動に捧げることとなる。1921年、総代理工学部応用科学科に進学。同年学内に、社会主義学生団体、文化会を立ち上げ事務局長となり、学費値下げ要求や無能教室違法運動などを、行う。 翌1922年には、学生運動の全国的連絡組織、学生連合会事務局長を務める。1922年日本共産党に入党。第一次共産党事件で検挙され、翌1924年には総代を除籍となる。同年共産党が解散された後は、市の井の又綱尾に従い労働派陣営によって、労働運動に従事する。 1934年日本、労働組合全国評議会結成に参加、組織部長兼機監視部長を務めるが、1937年、人民戦線事件に連座する。戦後は1946年全国金属、産業労働組合同盟主事となり、また日本労働組合総同盟結成にも参加する。1948年総同盟総主事に当選すると、 細谷翔太らが展開していた共産党系の全日本産業別労働組合会議における民主化同盟運動を支援、その更新の全国産業別労働組合連合と合同し1950年総評を結成する。総評はもともと反響的労働組合のナショナルセンターを作ろうと下 GHQ の意向に沿う形で発足したが、 翌1951年高野が初代事務局長に当選すると全面講和中立堅事軍事基地反対、再軍備反対の平和4原則を採択し、鶏がアヒルになったと驚かれるほど左旋回させていった。高野は総評対米従属下にある民族の苦悩の担い手と位置づけ、政治面では左派社会党の躍進を助けながら、 破壊活動防止法反対闘争や内灘、基地反対闘争などに主導的な役割を果たす。高野総評の言葉が生まれるほど、その指導力で総評に君臨していた。しかし1953年頃から、総評、左社内で、反高野の動きが広まってくる。1955年の事務局長選挙で、岩井明に敗れ、完全に主流から外れる。 その後は1956年全国金属、福井委員長などの官職を務め、同年日本共産党に入党するも、1968年同党から除名される。1974年9月13日、肺結核のため死亡。去年73、ありがとうございます。